時代に飛ばされ、それぞれの記憶を取り戻そうとする物語。鬼の親だ！お前が言ったぞ！母上、やめろ！母上！やめろ！母上！母上！ゲームは目隠しをした状態でコップの黒いラインを目指してお茶を飲むゲーム。スタート。さあさあさあ、飲んで飲んで飲んで飲み足して終了。最初はちょっと入るよくらいのニュアンスだったんで、まあ、そのまま台本とかが出来上がってもらうじゃないですか。いや俺セルフ多くねみたいな。睡眠っていうのは体の疲れをとって、アルコールっていうのは心の疲れをとりますから、そのバランスをね自分の中でうまく分かった上で処方していかないとと思って。僕もこんだけ長い間、まあ、芝居も歌もやってますけど、こんな大事件が起こったのは初めてだったんで、ちょっとびっくりしましたけどね。パラパラもかっこいいね。もう大丈夫です。江川さんの眼精疲労が蓄積するんでした。いや、やばい、名人やばいよ。もうランの一番最初の柏の日なんて、今ね当てていただいてる照明、こんな状況だったらもう僕痛くてどうしようもなかったんですけど、ストロボなんか何も見えないし、明るくなった後に暗くなった時に本当に闇の中になっちゃうんで、暗転した後歩けないみたいなのが。